昔から地元の方に愛されているお店があるということで、今回紹介していただいたのがこちらのお店。早速店内へ入っていきましょう。今回は宮城県上郡にあるお菓子のいちご屋を紹介します。店内の様子早速見ていきましょう。ご覧のように様々なお菓子が並んでいました。老舗のお菓子屋さんのようですね。さまざまな種類のケーキも置いてありました。どうでしょうか、ご覧ください。ショーケースの中を眺めながら相方へのお土産を選んでいました。どれもすごく美味しそうに見えます。さあどれにしましょうか。ここの名物をいただくとしましょう。ということでこちらのお店の名物を探していきます。一通り店内を見て、そこから今回購入させていただくものを決めていきます。まずはじめに気になったのはこちら、ハギボーロというお菓子。チーズ味の方を買わせていただきました。若い人はチーズ味、年配にはいちご味が人気ということで伺いました。次に選んだのは下の方にあった木の実タルトと呼ばれるタルトです。たくさん木の実のタルトが入っていました。たくさん木の実のタルト、なんか変ですね。たくさんの木の実が入っていましたですね。はい、 H&K チャンネル。それでは早速いただきましょう。こちらのお菓子は地元愛が強い上町太郎さんという方の好物ということで今回いただきました。他に先ほどの商品、それからくるみゆべしも名物ということで、くるみゆべし、あとケーキとアップルパイ、私が好きなので買っちゃいました。ご覧ください、それぞれの説明がご覧のように書いています。裏にもこのように説明が書いてありました。それでは早速もちっこケーキからいただいていきましょう。こちら地元をかなり愛している方も好物ということです。早速こんな感じでした。イメージしていたものとはちょっと違ったのですが、食べてみるとどんな味がしたかと言いますと、名前の通りもちもちした感じのお菓子でした。甘みは強すぎず、どこかさっぱりとした甘みが広がる、そういったもっちりしたお菓子になります。次にハギボーロというお菓子、こちら今回チーズ味を選ばせていただいたのですが、はじめシュークリームかなと思ったんです。ですがシュークリームよりも食べやすかったです。甘さも控えめだったので甘いのが苦手な方にもおすすめです。次こちらくるみゆべしです。越後屋さんの名物の一つとなっているようです。こちらも甘すぎずもちもちとした食感が楽しめる、そういったゆべしでした。美味しかったです。ぜひ行った際には食べてみてください。そして別系です、アップルパイ。私大好きなのでアップルパイと、そしてナッツがゴロゴロと乗ったこちらの木の実のタルト。さて初めに木の実のタルトから食べていきましょう。いろんなナッツが乗っかっていたので感触を楽しめる、そういったタルトでした。ご覧ください、しっかりと硬さがあるので食べる際はゆっくりと噛んで食べることをお勧めします。香ばしいナッツの香りが口いっぱい広がる、そういった一品でした。こちらはアップルパイになります。アップルパイも作る方によって様々な種類あると思いますが、
こちらのアップルパイはコンポートが甘すぎず、お茶とかコーヒーとも合うような、そういったアップルパイでした。アップルパイというと甘いもの、そういうイメージある方も多いのではないでしょうか。食べやすいアップルパイを一度食べてみたい方は、こちらおすすめです。一方で甘いのが大好きな方には、少し甘さが足りないかなといった印象もありますので、そのあたり、好みによって違うかと思います。ぜひ食べてみてください。以上、1361円でした。H&K チャンネル。ぜひ、昔から親しまれているお店に行って、その味を確かめてみてはいかがでしょうか。以上、H&K チャンネル、K でした。バイバイ。